さあこれは突っ張ろうという腹積もりか。いやそれでも4番のテルヤがここは前に出ます。さあテルヤが前に出ました。後ろ1番の杉山、さらには3番の平総一、江口浩勢4番手、九州の4人が出切って、7番の町田はスーッと引いての5番手、前後の体型が入れ替わりました。さあさらにテルヤがペースを上げていく。そして7番の町田はどこで動くか。前4人とは車間を切っています。金が入って3コーナー、この辺りからスパート。ちょっと2番の桜井、口が開き加減なんですが、なんとか食い下がっていく。4コーナーから方面帰ってテルヤが踏んでいく。しかしもうこれは1人、町田大河が1人で前を叩きました。これはスピードが違います。桜井は切り替えて九州の番手、1番の杉山の位置を狙っていく。最終バックから3コーナーへ向かうところ、町田がもうぶっちぎり状態。さあなんとか2番の桜井は地元の杉山をさばいているが、ちょっと前が遠くなっている。4番のテレアが2番手で最後の4コーナー回ってくる。町田大河ぶっちぎり、もうこれは圧勝です。町田あと2着、なんとか桜井最後意地を見せました。7レース特予選、町田大河がぶっちぎりでした。7レースの結果です。1着7番町田大河、2着2番桜井広友、3着4番照屋正樹。払い戻し金です。2車単は7番2番で410円、3連単は7番2番4番で1680円、その他の払い戻し金額はご覧の通りです。今日は突っ張りまで考えているのか。ホームへ帰ってまいりました。かなり誘導と車間を切っています。高橋が上がっていきますが、今日は町田大河が突っ張り先行。さあ3番の高橋がそれでも前へ前へ踏んでいくんですが、町田大河がどうでしょう。合わせていくか。2コーナーからバックストレッチ、町田大河合わせ切りました。そして7番の藤田は続いていく。3番の高橋は叩けずに現在は2番手のアウト。ちょっとこれは高橋にとっては厳しい展開。野口大成は後ろで前の町田の動きを見ている。4コーナーからホームへ帰って町田大河が突っ張り先行です。後ろは7番の藤田、さらには5番の石坂まで、そして現在は5番手2番の野口大成。野口がこの辺りからまくり返していく。2コーナーから最終バック、野口のまくり、町田の先行。3コーナーから4コーナー、さあ野口大成が迫っていく。2番手のアウトコースまで上がってまいりました。最後の4コーナー回って前は町田、町田が粘る、町田粘る、町田が粘って振り切ったか。野口が迫ってどうでしょう。8レースの準決勝、町田大河が粘って迫る野口。8レースの結果です。1着1番町田大河、2着2番野口大成、3着7番藤田正弘。払い戻し金です。2車単は1番2番で280円、3連単は1番2番7番で710円、その他の払い戻し金額はご覧の通りです。状態いかがですか？悪くないと思います。連日気合が入ってると思うんですけど、いかがですか？そうですね、まあ気持ち入れて走りました。決勝戦ご覧になったと思いますけど、どうしましょ岩谷君の箱で行かせてもらいたいと思います。自分の仕事をしっかりして頑張りたいと思います。応援の方よろしくお願いします。う。連日ちょっと厳しい戦いになってるわけです。いかがですか？でもまあなんとか優勝戦乗れたのでよかったです。まあ、決勝戦の位置なんですけど、どうしましょう？蛭田君が自力で頑張りたいという思いが伝わったので、蛭田君の箱を生かしてもらいます。自分にできることと力を存分に発揮できるように頑張りますんで、応援の方よろしくお願いします。いかがですか、状態は？正直あんま感触自体は良くないですね。まあ、決勝戦ご覧になったと思いますけど、どうしましょう？そうですね、もう短期で頑張ります。そうですね、どっか一発、まあ、自力出せればと思います。応援お願いします。2日間走られていかがですか？テリアが頑張ってくれたんで決勝乗れました。しかし今、九州の若手の選手強いですよね、みんな。そうですね、もう頼もしいです。決勝戦ですけど、どうしましょ岩谷、野口の3番手で優勝目指して頑張ります。応援してください。2日間走られていかがですか？そうですね、初日はうまくいったんですけど、2日目は、まあ、作戦通りだったんですけど、地区番手連れていけず、自分も2着でうまくいかなかったって感じです。先方なんですけど、どうしましょ九州の先頭で自力です。九州勢で確定版独占できるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。2日間走られていかがですか？ピンピンで勝ち上がれたんで悪くないと思います。落ち着いて走ってますよね。そうですね、今日も後ろの確認できて走れてるんで落ち着いて走れたと思います。決勝戦なんですけど、どうしましょ自力で頑張ることになりました。明日も頑張ります。応援よろしくお願いします。足の状態いかがですか？はい、感じは良くなっていると思います。はい、
そして徳島であと一つになったんですけど、自分のレースをして勝てるように頑張ります。明日は短期なんですけど、思い切って自分のレースで勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。そして戸田公平の位置が現在6番手、町田の位置は7番手です。さあ誘導と車間をかなり切っている5番の岩谷拓馬、岩谷が車間を切って突っ張っていこうというそんな腹積もりか。6番の蛭田総一郎は4番手で車間を切っている。この辺りから蛭田が勝負に出ます。7番の町田は依然最後方、金が入りました。3コーナー、ここで蛭田が主導権を握ります。3番の戸田公平が3番手に入って、5番の岩谷は4番手なんですが、さあ7番の町田大河がもう上がっていく。4コーナーから方面へ帰って、一旦4番手一呼吸置いてから前へ前へ踏み込んでいく。そこに5番の岩谷が乗っている。1番の野口はちょっと口が開きました。2コーナーからバックスレッジ、逃げる6番の蛭田、まくり上げる7番の町田、町田大河がまくり返して2番手から先頭へ上がっていくが、町田いけない、町田いけない、町田がちょっと苦しくなって最後の4コーナー回ってくる。前は6番の蛭田総一郎、蛭田が粘る、蛭田が粘る、後ろから藤田迫って捉えたか、並んでゴール。岡山ワンツー、町田大河は敗れました。決勝戦、蛭田総一郎が逃げて粘って迫る藤田。9レースの結果です。1着2番藤田雅宏、2着6番蛭田総一郎、3着1番野口大成。払い戻し金です。二車単は2番6番で21,530円、3連単は2番6番1番で89,970円、その他の払い戻し金額はご覧の通りです。